オスロ大聖堂広場からオスロ大聖堂オスロ、大聖堂もともと旧聖主教会が建設されたが、それから50年後には三代目のオスロ大聖堂が建設された。オスロ大聖堂の設計はノルウェー参事会議員のヨルゲン・ウィガーズが設計した。三代目のオスロ大聖堂は後に、広場となる位置の東端にある岩盤が露出しているところに建設された。 祖先は1694年に据えられ、1697年11月に大聖堂の建設は完了した。2001年には、ホーコン王太子とメッテマリット王太子妃の結婚式が挙行された。オスロ大聖堂のステンドグラスオスロ大聖堂は1848年から1850年にかけてドイツ生まれの建築家アレクシス・デシャトールフによって改築された。 別のドイツ生まれの建築家であるハインリヒエルンスとシャーマーが改築の監督だった。シャトーヌフが1850年に病になると計画冠水のために彼はアンドレアス・フリードリヒビルヘルムホン・アンロを採用した。オスロ大聖堂はカール・ヨハン通りの北西に位置する。大聖堂の周囲には大聖堂のような緑色した銅の屋根で覆われた長い建物であるバザールが取り囲んでいる。 バサレネと共に、引けしがいる。ブランバクトンは1860年から、今日のオスロ消防署が、アーン・ガーボーグスプラシセに開設される1939年まで、オスロの消防署の役割を果たしていた。オスロ大聖堂、バサレネ、ブランバクトンはいずれも赤いブロックで建てられている。また、バサレネ、ブランバクトンは、 都市建築家のクリスチャン・エイチ・グローシュが1840年から1859年にかけて作成した都市計画により建てられた。大聖堂にある芸術作品は、ステンドグラスはエマニュエル・ビリゲランが1910年から1916年にかけて作成、西西門の同性のドアは1938年にダグフィン・ワーンス・キールドが作成、生産の場面は イタリアの彫刻家のアリゴ・ミナービーが1930年から設置した。天井の装飾はノルウェーの画家ヒュー・ゴルスモアが手掛けた。1990年代後半にはフレドリク・スタのライド・ベルクがバロック様式の正面の背後にメインのオルガンを設置した。オスロ建設900周年になる1950年には修復作業は完了した。オスロ大制度は アーンスタイン・アーンバーグの計画により修復された。ネオゴシック様式の内装は取り除かれ、オリジナルの内装品が設置された。アーンバーグはまた、大聖堂の南面に、新しいチャペルを置こうと考えた。2006年8月のために、改装のために、大聖堂は閉鎖されその後、2010年4月に、再び開放された。 最ンドームデンマークノルウェーの宗教改革以後の監督について以下に記す。天井内装オルガンオスロ大聖堂の最初のオルガンは1711年にカール・ガスレイブ、ラクビッツが設置したが、1997年にオスロ大聖堂開設300周年を祝して、ヤンライドが現在あるオルガンを設置した。大聖堂にある2つの小さいオルガンはライドの手によるものである。 ありがとうございます。